はい、竹田城跡の手前にある天空の里という施設でした。いや、竹田城行くのはちょっと今日は無理、暑いもの、ちょっと無理だわ。まあっけなく諦めまして温泉に行きたいと思います。いや、今日ね、本当暑い。これちょっと足を伸ばそうかなと思いつつもね、ちょっとこの暑さにめげてしまいまして、やられてしまいました。もはやね、普通に温泉に入ってダラダラして帰ろうという、そういう風に僕はシフトしてしまいました。というわけで温泉に向かいます。はい、さっき来た道を戻っています。県道136号線を走ってるところですね。この後右に曲がれって、右に曲がります。山の中走ってるとね、涼しくて気持ちいいなと思うんですけども、この下の方ね、山の麓の方とか走ると暑くてちょっとなんかもうだるいですね。だるくなっちゃう。いやー、これはなかなか今日は強烈な暑さでございました。景色はいいんだけどちょっと暑すぎる。いやー、景色は雄大でいいんだけどな景色は雄大で素晴らしいですけど、ちょっと暑すぎてげっそりしちゃう。まあでもこういうのもありか、こういうこともありかね。そりゃ日本ね、四季折々いろんな季節があるし、いろんな気候があるし、それに合わせていろんな自然の形もあるしね、コンディションもあるし、そんな中カブちゃんでね走るといろんなことを感じるという、そしていろんな景色を見るというね、そういうもんですよね、旅ってね。だ、今日は暑い日なんだ。暑いんだって。暑い中走るというシチュエーションなんですよ。そういうコンディションなんですよ。それはそれでね、いろんな発見があるかもしれないし、いろんな体験をさせてくれるわけだから、まあまあまあ温泉行こうやと、結果ね結局まあ温泉行こうやっていうことなんですけど、去年もね夏走りましたけど、こんなに暑かった記憶はないですね。やっぱ今日が暑いんだろうな、きっとな。去年走ってもね、暑かったとはいえ、いいタイミングで走れたはずなんでね。蕎麦屋さんあるね。蕎麦屋さん行ってみる？蕎麦の店あるよ。行ってみようか。2キロ先だって。行ってみよう。看板があったんで、急遽蕎麦を食べること決定。あるの？なんか看板を信じて走ってきたけども。あ、看板発見。あったあった。ほう。上門五郎さんね。行ってみましょう。またすごいとこにあるよ。こんなところに。いやー、美味しいんだろうね。美味しいんだろうね。どこだろう。すごいよ、また上上がっちゃうね。まあ、そば食べたかったからちょうどよかったんだけど。どこですか。ああ、看板ある。まだ上ですか。こんな上に、すごいよ、まだ上だ。ここだ、駐車場あった。駐車場、ちょっと奥まったところに置かせていただきましょうか。はい、到着。すごいとこにお蕎麦屋さんあるな。あそこにバイク置かせてもらいました。お蕎麦食べましょう。お蕎麦めっちゃ綺麗なとこに、めっちゃいい感じにお店が
お蕎麦屋さんあるんだね。よいしょ、おすすめ穴天丼。悩みますな。盛りそばを大盛りで、はい、大盛りで、はいはい、あと野菜の天ぷらと、はい、ノンアルコールビールをください。はい、そばなんですけど、うん、黒と白で選べるんです。あ、どう違うんですか。白はそばの身の中の白い部分だけ使ってまして、うん、より喉越しがいいかなと。あ、そうですか。そして黒は、普通なんですけど、うん、あのそばの香りはどっちかというと黒の方がお願いします。白にします。白で、はい。全然ノンアルコールでいいな。気持ちがいいですな。前菜はゴーヤ。ゴーヤです。美味しそう。そば、きたそば、美味しそうですね。さあ食べようか。おろし、大根おろし、ネギですね。ネギ、わさびも入れちゃえ。わさび好き。白そばね、白そば。いただきます。うん、うまい。ゴーヤ、ゴーヤ食べる。うん、あ、うまい。苦い、うまい。塩でいただきます。これなんだろうね。これなんだろう。なんだかわかんないけど食べてみよう。うまい。あ、椎茸だ。うん。うん。かぼちゃやね。うまっ。うまっ。柔らかくてうまい。うわ、うまい。やばいな、うまいな。この白そばは喉越しがすごくいいね。すっごいうまい。透明感のある味。うん、うん。いい時間だ。これ何、何を食べてんだろうか分からんが、うまい。うまかった。ここの蕎麦湯はどんな蕎麦湯だ。お、スタンダードな感じですね。あ、うまい。美味しい。濃厚ではないが、うん、美味しい。うん、やっぱりこれがないとな。器も可愛いね。うん、うん、ごちそうさまでした。ベランダちょっと出てみましょう。おお、すごい。あ、素敵。うわー、綺麗。田んぼ綺麗だな。竹田城が見えます。本当に綺麗に見えるね。うわー、すごいね。竹田城が見えます。すごいな。お城を、まあ、すごい山城を見ながら蕎麦を食べる、美味しい蕎麦を食べるというすごい贅沢な時間を、ね、過ごさせてもらいました。いいとこですね。でいいベランダだな、これ。木で作ってあるし、すごいな。ここで多分まあお食事できるんでしょうけどね。いやー、素晴らしい。はい、どうもごちそうさまです。めちゃくちゃいいとこでしたね。田んぼが綺麗。ああ、見えるね、竹田城が。
いい店でしたね。全然看板見たからね、タイミングよく来ましたけど、予想以上にすごくいいお店だった。いやー素敵だった。贅沢な時間を過ごさせてもらいましたな。満足。よし、じゃあ次は温泉です。さあ行こうか、かぶちゃん、お待たせ、行きましょう。